はようございます。皆さんおはようございます。おはようございます。タイムの AR 自慢の時刻は2020年6月16日火曜日の午前10時5分です。では本日の質です。どちらまでかな。今日 AR 自慢に島津さんという方が新しく越してくれました。来たー、熱盛人気住民島津さん、移住おめでとうございます。それでは今日皆さんが楽しく遊んでよう精一杯お手伝いさせていただきますね。訪問客はいないのかな。常吉とかレイジとか来てないのかね。よし、いい天気じゃん。手紙、あ、分かったんだっけ。今井の花冠、今井のサングラス、ドラゴさん、何度今さん、私ね、何一人の実家も好きなんですけど、一日誰とも喋らないと何だか寂しくなるんですよね。あ、わかるわかる。こうしてメッセージカードを書いてると寂しがりに一人好きっていう甘まじく自分に気がつきました。複雑な卵をどさこ、そうか、話に言ってるから、特にどさこさん家具いっぱいない。ヒゲポップ、今井の花冠、今井のサングラス、スキウォーズする形、もういいでしょ、ランダム押しは。あ、かわいいかわいいな。よし、これでいくか。 K-POP をまずは入れるか。K-POP ホップか、 K-POP ヒップホップ最近流行ってるもんね。いいんですか、口笛。あ、この綺麗な音が。よし、何しようかな。どうしよう。ドゥーム好きなのかな、ムカッチのこれ。ケダイミオ、ケトーニカ、ケスカ、ケスカにするか。ケスカかっこいいよね。よし、ジョニーとか見るかもしれないから見よう、見とくか。ツチャマンの家はここだね。あ、かわいらしい、おうち。次に金閣に会いに行くか。金閣、風邪ひいてないよな、金閣。あ、目が来て、金閣。いや、よく来たな、今僕に待つんだぜ。なんてなのか、ははよしよしよ。俺、ご飯で作るのかって言うのか。もう少女を開けるからよ。気がつき喋っていたんだ。ご飯見せたのは長髪そうだぜ。かき込まれて、でっかくなって、毎日作れるすげえものなんだよ。小学生かい、小学生じゃないか、ご飯見せた。懐かしい、小学生の子、間違って、抜いちゃって、大きくなった時忘れるよね。シャイトゼンのはアミたち、端に比べていいかもな。って感じで、微笑ったのが、お考えたのが、見返してたのが、それでいいか。平和だから、この島。交番すらないからね。暇だから、暇って平和だから。防犯ブザー。いっぱいあるところのやつね。懐かしいな。懐かしいな、防犯ブザー。今の子供持ってんのかな、防犯ブザーって。あの線ついてんのかな。よし、ちゃちゃまるは後でにして、先に仕立てていくか。そろそろ服も買えようかな。ゴールドプリント T シャツじゃなくて。あ、ブースケアに。はい、どうも。ブースケア。動くんじゃねえか。そうなんて、偶然だね。うん。着きましても。今日はいろんな服を試しに飛んできたんだよ。でも、さっきおやつ食べたところは、お腹も美しくないように、おやつの写真だ。うん、おやつも10時でしょ ?10 時のおやつか。はい。シンプルなトレーナー。シンプルなトレーナーもいいな。あ、待って。これでいいな。バーガージャケット。ちょっと、いかついかな。あ、半袖の学生服。夏服だね。学生服か、いいな。学生服いいな。まあ、学生じゃないけど。アメシュンのセブ。前見せて、つかまえ見たな。ヌードショップの帽子。フードショップの帽子なのこれ、N が N。
もしかも昔の動物のイカラジオね、これ。こんなもんか。さあ、はずだな、この格好。お気に。派手すぎない？さすがに。ちょっと。さあ、株価気に行こうか。93秒くらいで買ったんでね。安く買うと、安く買い取りされちゃうからね。ちょっと怖いな。誰かいる？いない。こちら。あ、これはマイクじゃないか。卓上マイク。これ買おうよ。800円安。これゲーム実況部屋に置きたい。これ何？トイの実だ。トイの実なんだ。なんか、こういうの好きな人いるんじゃないの？はい、ここら辺もいつもと変わんないね。よし。奥に見えるのはテーブルなんだ。結婚式とかもよく見てるかな。これはゴールドクエスト。いいね、監視こいつ。で、症状がある。私、ドラムの効果ったな、これ。よしよし。今はいいか。どう症状高いんだね、ちゃんと感じて。これは結婚式のテーブル。クロス式ダウンテーブル。あ、そうか。L。L と S とかもあるのかな。式場とかのテーブルみたいな感じで。さあ、株価を聞こうじゃないか。今日の株価は、あー、ダメです。なんでもないです。はい、じゃあな。ありがとうございました。ましたー。サーブだ。ここに用はない。あ、チョウちゃん家にいんな。今日みんな家にいない？プースケは下手にいたけどさ。チョウちゃん。あ、やばいして。よっしゃ、まだいい感じね。あ、ごめん、こちらしてるね。何してるの？何だった？リンゴラグを作ってんすよ、ラグか。この球が大事かね。作ろうと思った時に一気にやるのがいいんだよ。あ、今日の恥に出会われてるてる時ってさ、早くクッとすると乗せてんだよね。教えてお願いします。はい、ありがとうございます。リンゴか、この村リンゴねえんだよ。荷物いっぱいだ。荷物いっぱいだな。よし、覚えた。荷物いっぱいだな。荷物整理するか、ちょっと一回広いとこ行って。あ、ちょ、ここ広いじゃん。ここら辺に、ソーイングセット。これは前金額でこのやつな。対応セットだよね。ソーイングセット。これは偽物。ゲーミングデスク売ってなかったかもだ。何が偽物？奥瀬の本だ。杉の実が。オッケー、出て分かった。これは壁にあるやつか。分かった。一回家帰るか。あ、ドサクさんがいる。ドサクさん、あ、レイジンじゃん。起きよう、母さん。もう話聞いてよ。今日みたいなギターするかもしれないんだもん。ギターできんの、ドサクさん。先に部屋の片付けをしたい。いや、でも住民来そうだな。まだアップできないからさ、住民来ないようにできる。また無用替え中に人来たら困るな。ちょっと一回ちょっとこの辺のものを片付けたい。どれじゃない、病院のベッドじゃないか。なんか病室じゃないし。で、ゲームデスク。おお、すげえ。ついてるぞ、こんな爽快なんだ。
いいね。白だね。リメイクできないかな、これ。パソコン黒ですさ。モニターも黒と白だからさ。いいな、これ椅子が欲しいな。ゲーミングチェアってないのかな。これもいらないかな。で、更衣室を奥に。取れる？どっちか。これ押す？押すね。はい。で、ここに、ジャックかもってワガッポかとか、やかだけど。よし。で、うん、どうしよう。プライベートのガーデンを壁に飾ろう。いいね。で、もう一回、卓上マイク。卓上マイク、オンエアの動きないかな。オンエアの上に卓上マイク聞いたらいいんだけど。あ、あげないか。まあ、これとか。そのうちサイドテーブル欲しいね。L 字型にしたい。で、そこにマイクとかヘッドホンを置きたいね。この辺のものはしまっちゃうか、一回。収納、収納、ケースか。どうしようかな。この辺は言えないな。とりあえずこんな感じいいかな。よし。とりあえずはこれでいいでしょう。ミニガとかは住民にあげたい。どうせ売っても金つかないでしょ。偽物だったわ。だったらね、住民にあげた方がいいからね。住民にどんな話せんだろう、偽物あげたら。それ気になるな。でもこっち怖いな。好感度、親愛度が下がりそうで怖い。有効度とか親愛度と好感度が下がっちゃうと、でも引っ越しちゃうと思うんで、なかなか難しいんだよね。レイジかな、買うか、ストッキーとか。あ、ごめん。レイジさん。やーやー、続いて買う気、いらっしゃい。作ったやつね。あじさい。見頃系か、それはちょっと興味あるな。ジャガイモは種芋。ジャガイモか、いいな。雑草切るとかないのか。雑草を拾うか、ちょっと。まだドレスコさんがいいな。本棚があるかな。こう、図書館以内にしようかな。つかめない？あ、横に分かんないか。はい。どうぞ。ダサコさんが書いちゃうね。で、こっちなんだ。あ、色違うんだ。DIY してんのかな。ホンダのエリア。森の図書館ってどこか。ジャックがいるじゃないか。ジャック。会いたかったよ。お前会いたかった。そうでしょ。今日はデートビューでね、キー誘ってんの。それだっかい。それだっかい。なんかいいよ、他に。じゃ化石を、あ、雑草な。雑草も抜きつつ、化石も探すか。いいな。今誰かいなかった？シビアさんだ。あんたさんにはすちまいな。自動車とかいたんじゃ、あそこに集めちまうぞ。確かに。そりゃそう。かなり雑草すげえな。の、なんだっけ、案内所の影で見なかったかな、前。よし。よし。化石。化石ないね。雑草かな。雑草ね。ジャックは虫を追いかけてると。こっちの方は、あ、穴あんじゃん。アップルじゃなくキッズさんは見ないから家にいるのかな。化石を拾いました。雑草拾ってフェルス君家に帰ったのか。アップルちゃんも家にいる。フェ
プースケやーい。やあやあプースケ。おかえり。いらっしゃい、うまくん。ごめんなさい、よくぞ。じっくり足しにテープ、話してきたよ。昨日、中川さんから留守電話取れたんだけど、一緒に僕たちの仕事をたくさん作ったんだ。はい、お母さんね。嬉しいね、そういう。仕送り嬉しい。一人暮らしだもんな、心配してるよな、やっぱ、親御さんは。ケツさん家にいないのか。雑草もないね。じゃあアップルちゃんの幼稚行くか。アップルちゃん、アップルちゃん、アップルちゃん、アップルちゃん。風邪ひいてないよね、よかった。そういえばちょうどマロに会いたかったんだよね。もうどうした、フーが合うなってないな。話聞いたよ。あと実験のとこは結構変なのかごちそうしたんだよね。もうすぐ走ったら全然泣きないでしょ。それから時もよかったわ。プーすっきりしてるもんな、この部屋。バイバイ。さあ化石と雑草を探しますか。化石は上の方になったな。なかった今。なんだか条例変えようかな、マジで。美しい村条例にしたらいいけどさ、別に花見るだけじゃん。だったら物価を上げた方がいいのかな。その分お金がいっぱい欲しいからね。何のとこやね、埴輪か。もう鈴みたいなのとは埴輪でしたね。雑草ないかな。ないね。化石見っけ。ミスった。下手すぎる。にゃっふー、化石追い出した。ここにはないか。よし、アゲハチョウと面白いと思いますね。あそこにいる虫はバイオリン虫かな。前捕まえたやつが、そうだね、バイオリムシだね。雑草を拾って。今の雑草花じゃないよね。花すげえな、この人。花すげえな、うまいそうじゃん。これ条例変えようか。いくらかかるんだっけ、条例変えるのって。飛び盛りだと3000ビルくらいあったけど、あつ盛りってすごいかかるんじゃなかったっけ。これ3万ビルとかそんなかかった気がするな。あ、黒いチョウチョウ。クワサギかな。あ、黒くない。クワサギは黒かったわ。で、化石を探しましょう。うわ、あそこの雑草めんどくせえな。よし、今午前なんで、午後の株かも知りたいからね。今日も午前と午後の2部構成でお送りしたいけど、化石があと2個どっかにあるはず。雑草を拾って、ここにある雑草、木の枝か。すげえな、パンジー。マジで逆にパンジー以外が全然咲かないな、この課題の方。化石じゃねえや。パンジー、あ、穴あった。パンジーの量やべえな。荷物はまだ持ってるね。あふう。化石を出した。よし。だいぶ雑草も減ったよね。もうちょうちょ高く入れるかな。そういうことあるよね、これ。ん、あれ、あ、新種だ。大間違いされた、日本の国だ。これ日本なの。日本なんです、このエレガ島は。一回、どうしよう。何を置こう。どっか置きたいな、物いっぱいな。
鉄球、改めていいか。化石をあと1個拾いたい。雑草拾って。雑草も減ったからね。あ、分かった、今、こっちだ。ここにまだ少しあるな。よし。あ、雑草全部作る前に値段聞いとけばよかったかな、レイジに。風船の音しない？風船は犬馬と呼ばれた。この俺の耳を。な、早く来いて。行くぜ。進行。あ、行っちゃう。危ねえ。じゃあ、後にしよう。化石を好きに拾って、午前を終わりたい。化石ない？この辺。ないな。プレゼント覚えとこはあそこに落としたこと。化石を探しています、私。雑草を拾います。雑草を拾います。化石。化石。あった。よし。はっ。オッケー。じゃあ、こんな感じで午前はこんな感じで終わりましょうかね。午後また、茶々丸に会って、化石の鑑定とカフェ行って、プレゼント開けて雑草を見ましょう。それでは、午後に続きます。